お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュラリーやっていくんですけど、皆さんにお知らせがあります。もう、僕の恋人が亡くなります。亡くなってはない。亡くなります。というわけで、ですね、あれです。クラロワのです。クラロワの恋人といえば、こちらですね。ヒール。もう、ヒール、知ってますかね？今じゃ、もういわゆるゴミカードとなってしまっているヒールなんですけど、昔はね、こう、もうちょっとまとめに使われていたカードで、っていうか、まあ僕がすごい愛用していたんですけど、このカードがなんとこのゲームから廃止されるみたいです。はい。またもう確定ではないと思うんですけども、ほぼ確ですね。ほぼ確。はい。という情報がね、出ていて、まあすごいそれにも僕は辛いし、怒りもありますし、っていうのを、ちょっと話しつつ、久しぶりにヒルサンジュースやっていくんですけど、マルチの方もね、なんかBO1、今までは、言ったらマッチングして、勝ったらトロが増えて、負けたらトロが減ってだったんですけど、これが BO3 ですね。言えば、こう、同じ人と、3戦中先に2戦取った方が勝ちっていうルールに変わるっていう情報も出てますんで、これも多分ほぼ確ではないと思うんですけど、多分そうなんのかな、ちょっとまだ、そこはね、絶対そうするとは言い切って多分なかったと思うんで、でも多分そうするっぽいっていうような話が出てて、今ね、こう、みたいな、いろいろ、こう、クラロワってやっぱトイレとか電車とかカップ麺の待ち時間、こう、短時間でできるって、こうね、ちょっと今クラロワ一戦できるなっていうのがこう、やっぱクラロワのこう、良さだったじゃないですか。それが、なんかね、こう、言ったら日本選手のルールに変わっちゃうと、カップ麺はってなっちゃいますからね。なんで、うわー、これはおつらい。これは先に処理して、矢の雨ですけど処理します。そうなんですよね。っていうのね、ちょっといろいろ変わるみたいなんですけど、もうね、ヒール、いけ！これね、ヒールって知っている方は知ってると思うんですけど、昔3コストだったんですよ。もう3コストだったら今の30時でもう全回復してましたからね。HP。いやーっていう時代がねありまして、なんかめっちゃ流行ってたわけではないんですけど、本当に僕が結構メインでこうヒールっていうカードを、使ってたんですよね。これは結構ガチで、多分こう、はい、どうもラットです、今日は、ヒール30石っていうような動画を出してるところを多分見てもらえれば、ヒール、お前めっちゃ強いじゃんっていうような動画がね、多分上がってるんで、まあ、それ見てもらえればいいんですけど、もともと3コスで回復量も今の3倍とかだったんですよね。だったんですけど、なんかね、なんか急に、こう、めちゃくちゃ強かったわけじゃないんですよ、ヒールって。で、めちゃくちゃ弱かったわけでもないんですけど、なんかそこで、まあ、やっぱあんま人気がなかったからこそ、じゃヒールを、ヒールを僕たちは強化しますって運営が言ったの。で、強化したんですけど、実はそれが強化にはならなかったんですよね。まあこれはたまたまこうそうなっちゃっただけだと思うんですけど。もう僕、自分のね、こう想像してみてください。自分が愛用しているカードがあります。はい、想像して。で、そのカードを強化しますって言われます。あ、嬉しいね。嬉しいのはものすごいなんですけど、なんか、結果的に強化にならなかったんですよ。もう、それ自体で辛いじゃないですか、正直ね。正直、もう、その時点で、えってなるじゃないですか、もう。えってなるんですよ。で、もう、今度は、そのカードをゲームから廃止しますって、ってなるじゃないですか、もう。ちょっと、大声出しすぎたから、本当に。っていう気持ちダウンです、今、僕は。びっくりじゃないですか。もう、カッチンですよね。なんでってなるんですよ。本当に、え？まあ、とりあえず強化してくんないってまずなるじゃないですか。なんですけども、ゲームから消しちゃうよって、飛びすぎって感じで、もう今その状態なのなんですよ、僕は。こうヒールをね、こう、ヒール別に使わないから消しちゃっていいやって人が多分大半だと思うんですけど、違う、甘い！他人事にしすぎだよ、それ。本当に。自分の立場だったらというか、自分の好きな方がそうだった時考えてっていう感じで、こうね、ヒールが消されるみたいですね。本当に辛いですね。なんかもう、言ったら、僕がこう、やっぱね、クララで、ラットって人が強いらしいでっていう、まあ昔はね、そう、すごい強かったんですけど、ってなった時は、もうヒール三重士のおかげなんですよ。ヒール三重士のおかげで、マルチの世界7位っていうのも、
取ることができましたし、大会とかもね、優勝とかも、取ることができたんで、もうヒールがなかったら本当にもう僕は今何をしているんだって感じで、こう今の僕はないわけなんですよ、ヒールがなかったら。よいしょ、本当にヒールのおかげですね。もうこれ1コースのヒールを、しっかり生かしていきます。こつらいっていうね、まあ僕にはいろいろ思い出があるわけなんですよ。まあ気づけばもうゴミカードと言われるヒールちゃんですがね、そういう時代もあったわけで、もう工場ガゴムレヒールで、工場ガゴムレにね、こうトルネードからのザップとか来るじゃないですか。でもこうトルネードかかった瞬間にヒールして、相手がこうザップ打ってもタイミング次第ではこうガゴムレ残って一気にタワー折ったりとか、最後の最後でね、こうヒール隠して隠して工場ガゴムレして、ああこんなに守れるわって、こうプリンセスだけで処理しようと、プリンセスとまあ陸ユニットとかでね、こう処理しようとしてきたところを、もうね、はい登場って感じでヒールでね、最後の最後に大逆転っていうのとかもあったんですよね。なんでこう、まあ、ヒールがあったことによって、こう、すごいね、最後の最後の、まあ、なんか、隠しなんちゃらとかではないですけど、ヒールのおかげで、ちょっとね、いろいろあった僕からしたら、すごいおつらい案件なんですよね。もうこういうね、相手スケラじゃないですか、もう、ガゴ群れで守って、ポイズン打たれてもヒールしたらガゴ群れ残って、そのままカウンターとか、三重士とかもね、よいしょ。ユニット探して、それを3して回収します。三十士とかも、ポイズン打たれて今処理されちゃうじゃないですか。もうそこにね、ヒール打って、はい、回復。もうフルカウンターっていうのもね、あったわけで。いやー、マジでね、辛いんすよ。相手、ベビドラ咲いたら多分これ止まんないっすね。ボーボイか？多分、ポイズンで防衛してくるっすね。もうここにヒールしたら残るんすよ。もう僕の知ってるヒールは、もう今のこのヒール、僕の知ってるヒールじゃないですからね。これでボムマー使わせて、OK。このナイトワンチャンフル虫ぐらいでいけるかな。で、僕の負け筋としては、この瞬間に1400側に端前ベビスケラが来て、大ダメージを負うこと。OK？ いやー、マジでね、本当に、もう一回でいいから、3コストのね、ガゴ群れ、ヒールをやりたいっていうのをすごい思いました。もう一度でいいから。これヒールのおかげじゃない。ただ勝てた。ヒールのおかげだったかもしんないんですけど。いやー、本当に辛いですね。マジで日本一決定戦とか多分 YouTube で調べたら出てくると思うんで、多分ヒールのおかげでね、勝ってる、最後大逆転してる試合とかも多分あるんで、マジで、何それって感じのことは良ければ、ね、ぜひ。調べてもらえるとね、嬉しいですね。ヒールってこんなに面白いカードだったんだっていうのがね、わかると思うんで、なんか、そう、いいカードだったんですけどね、なんか消えるのはちょっと僕からしたら、おこですよね。まあ怒りよりももうなんか悲しみの方が辛いですけどね。まあというわけで、もう最後のね、舞ですね、ヒールで。これ今、ザップ打たれるとして、これトルネ、今ね、今ヒールしたら、マジで、こう、もうこれだけで相手に無理やりポイズンとか咲かせれたり、こう、不意打ちですね。不意打ちゲームがあったんですけど、それもなくなってしまいましたね。さあ、ライトニングトルネ、ゴレですね。確定演出出てます、ゴレですね。いやー。懐かしいぜ、本当に。で、ミニベッカ咲いた後なんで、この工場バーバリアンを濁人か、出た。ボンバーですね。ここ三種で、ちょっと美味しくいただいていきます。で、あのボンバーに多分、マスケ一発殴られちゃいそうなんで、あ、待って、言うので、待って、言うの、お前。やべえっすね、これ。これちょっと右にどう無理やりでも行ったユニットを咲かしたい。オッケー。ダクネたまたま先行してくれねえかな。うわ、これ、あれか。なるほどね。で、僕は終わると。これ後ろからガゴムレ来ると思うんですね。じゃあ、ベビドラか。いや、ベビドラ来ると思ったんですけど。え、来ない。なんで？一回捨てますか。あぶねえ。
オッケーオッケー。このベビードラはまあ適当に処理して、てか処理しなくてよかったわ。よう考えたら。まあまあまあ。これちょっとやばいっすね。もう負けそう。負けそうっすね。ちょっとやばい。もう竹がでもミニペに行くんで。オッケー。ライト来る。未来神。ああ、ユニット使ってますね。これやばいな。これやばいな。もうどう守ろうって感じっすね。僕からしたら今。これやばいな。一応こっちにプレッシャーかけますけど。これやばいな。これ無理だな。すげえ。これは無理だ。ああ。まあさすがにね。まあ3コストのヒールだったら、工場ガコンブレ、で、ベビードラトレーニングとかしてくるところをヒールかけて、突破してっていう時代もね、あったんですよね。そう。まあ、1コストヒールだと、さすがにそれもね、苦しいというところで、ちょっとね、久しぶりに、まあ、ヒール使いましたけど、なんか、ただただ切なくなりましたね。悲しみに、はい、浸ります。というわけで、マジでヒールがね、多分、消されるのは確定なんで、ちょっとね、まあ、でもヒールと同じようなカードが、また多分代わりに出るみたいな感じのことも言ってたんですよね。まあ、でもヒーラーじゃんみたいな感じなんですけど、なんでまあまた今後ねどうなるのかちょっと楽しみにね、したいなと思います。というわけで、今日こんな感じで終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした。おやすみなさい。バイバーイ。